陸上ダイヤモンドリーグ DL 第14戦5日スイスチューリッヒ女子 5000m で日本記録保持者の田中希み、ニューバランスが14分49秒95をマークして7位だった来年東京で行われる世界陸上の参加標準記録14分50秒00を突破したパリ五輪では1500万 5000m に出場 5000メートルは予選敗退し、1500メートルの準決勝は攻めの走りで3分59秒70の好タイムをマークしたが敗退した。男子110メートル障害は、村竹ラシッド、ジャル、が13秒20、向かい風0、3メートル、で6位だった。パリ五輪では同種目日本製初の決勝進出を果たし、13秒21で5位入賞。 1932年ロサンゼルス五輪6位で、暁の超特急、と呼ばれた吉岡貴則を上回る、男子五輪短距離では日本勢の最高順位だった。